大月筆子は日本のキリスト教伝道者。夫は同じく伝道者の大月武次。武次と共に聖イエス会の中心人物であり、教団内では礼母と呼ばれた。1931年3月、キリスト教に関心を持つ。5月27日に高浜の城山海岸にて、東舞鶴教会の上四隈牧師より受選。1932年3月11日、汝は我に従えとの証明に従い、西舞鶴教会、綾部教会を経て、神戸ホーリネス教会に出家、献身。12月3日に、大月武次と結婚。1933年に、ホーリネス教会が分裂し、中田重治を支持して清め教会に所属し、1934年2月に、武次と共に須磨清め教会に任命される。1936年満州国奉天の奉天清め教会に任命される。1938年4月17日、聖霊のバプテスマとエルサレム大行進のビジョンを体験。1942年まで中国東北部伝道における大リバイバル。1942年に中国伝道を終了し、帰国。1946年1月5日に、聖イエス会発足、5月22日宗教、法人設立登記完了。1963年12月に大量喀血後、自身の死を体験する。しかし、武次の祈りによって蘇り、病も癒されたという。1992年9月19日午前4時、京都、祈りの家にて死去する。死去の数時間前に、素晴らしい人生でありました。悔いはありません。イエス様ありがとうございました。ありがとうございました。と2度語ったとされる。ありがとうございます。